ADMJTV 小林です。そして木月さんと来ちゃいました。はい、来ちゃいました、はい、今日私たちは新宿高島屋向かいのハンドバッグ売り場、はい、ADMJ のポップアップに、はいはい、来ております。このポップアップは、来週の25日まで開催しておりますが、はい、木月さん、なんか品揃えいっぱい、本当にいっぱい、ここ、はい、この柱周り一周全部 ADMJ さんのバッグやお財布がいっぱいあってびっくりしました、はい、ありがとうございます、はい、なんかお客様にもたくさん来ていただいて、はい、あの木月さんの愛用の、あ、私の私物で、はい、こちらの、はい、バッグも、はい、いろんな色バージョンで揃えさせていただいておりますし、ね、スワロスキークリスタル、これお母様使っていただいて、はい、母が使っております、はい、木月さんと同じ色のこのタイプ、そうですね、揃えていただいて、はい、かなりスワロスキークリスタルソーイングのものを取り揃えておりますので、はい、ぜひぜひ期間中にお越しいただけたらと思います、はい、私また今愛用している自分のバッグなんですけれども、はい、去年はこのお財布使わせていただいたんですけど、ありがとうございます、新しいお財布も買い替えようかなと思って、はい、ね、お財布もいっぱい、はい、はい、ありますので、見せていただいてます、はい、ご覧いただければと思いますので、ぜひ新宿高島屋2階ハンドバッグ売り場にお越しいただければと思います、はい、今日もご視聴ありがとうございました。